はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回は自分が使っているマットとかですね、ゼリーについてちょっと紹介していきたいと思っています。で、まずゼリーなんですけど、自分はもう常にこれ使ってますね。プロゼリー。ね、ヘビファームの。こればかり使ってないんですけど、まあ、ただに虫のね、食いがいいっていうだけで使ってないんですけど、まあ、一時期どこだったかな、クジュークリプアートファームの、黒糖ゼリーとかも使ってましたね。まあ、まあ、こっちの方がトータルで見れば安つくっていうだけで使ってるんですけど、どっちも首は悪くなかったですけどね。今こっち使ってます。で、マットなんですけど、カブトムシに関しては、こんな。ブリーダーズ、ブリーダーズの、どれだっけ。あ、ダイナスティスマスターズ、広島のマスターズビートルマットをずっと使ってます。一時期 DOS のプロ仕様カブトマットに変えたんですけど、まあ、粒子が荒すぎるの、荒すぎてちょっとまあ、荒すぎてちょっと自分の環境に合わなかったってことで、ちょっと今またこっちに戻しました。もともと自分こっちずっと使ってたんですけどね。で、一応今もうずっとこっち使ってて、まあ極端に大きい個体、まあ、まだこう今からこうね、ヘラクレスなんか血統を作っていくって状態なので、まあ、こっちに合わせていけばね、なんとかでかいのが出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど。一応、兜にはこっちを使ってますね。で、クワガタとか、あと、兜の産卵セットに関しては、クワガタ、兜の産卵セットに関してはこれを使うか、もしくは、同じマスターズに、産卵用のマットがあるんで、そっちを使ってますね。で、クワガタとか、あと、ちょっとまあ、天下に弱いやつなんかに関しては、RTN かなの、U マット、あとは N マットですね、を使ってます。で、あと、なんだろう。なんだっけ。U マット、N マットを使ってて、あとハスタートの子とか、あと、まあ、ああいう、マット食い系に関しては、今、RTS の動画に、で言ったと思うんですけど、自作マットをですね、今仕込んでます。まあ、普通にね、クヌギとかブナの丘に、フスマとか天下山混ぜて発酵させるだけなんですけど、まあ生ゴミ処理機で使ってる、を使ってるおかげで、量は少数ですけど、まあ、ある程度、年間通してね、作成できるっていう点があるんですよ。まあ一応、なんとかそれを、まあね、このビートルマット、N マット、U マット、あと自作マット、この4つを今ベースでね、飼育をやってます。まあハスタとかですね、もうぼちぼち、30g 超えてきた個体もいるので、ね、自作マットも悪くはないんで、ちょっとね、まあいろいろ試してみたいと思ってる段階なんですけど、まあ、とりあえずこの4つですね、4種類をベースでやってます。っていう、まあ皆さんはですね、どういう風にいろんなマットを使ってるとわかんないんですけど、まあいろいろね、その環境で合うマットが違うと思うので、いろいろね、試してみてあいいと思います。それでですね、動画終わります。